ポルスレーヌとは、フランス原産のセントハウンド犬種である。犬種名は、ポーセレンという白磁器に由来し、美しい毛色をそれに例えて名付けられた。17世紀頃に作出された古い犬種で、フランス王室で使われていた、キングスホワイトハウンドが基礎となっていると言われている。どのようにそれを王室から入手したかは未だによく分かっていないが、それにダルボットハウンドやビリー、 ハーリアなどを掛け合わせることによって作出された。猟犬としては、鋭い嗅覚を活かして、確実な追跡を行い、スピードのある脚力で獲物を追い詰め、仕留めた。パックもしくは単体で狩猟に繰り出された。フランス及び、スイスで多く飼育されていたが、フランス革命の勃発により、原産国内のポルスレーヌはほとんど絶滅してしまい。 スイスにいたものをフランスに取り寄せて繁殖を行い、スイスのラウフンドダネの犬や作質に使われたビリーの血を導入して遺伝子プールを改善し、頭数を回復させることができた。近年はペットとしても飼育されるようになり、現在も数は少ないものの多くの国で飼育されている。最近は日本にも輸入され、2007年には初めて国内登録が行われた。 ちなみに、その時の登録等数順位は144位中139位であった。2009年度は登録されなかったが、家庭犬として飼育しやすいため、今後も国内登録が行われる可能性がある。その姿は、キングスホワイトハウンドの姿を色濃く残しているが、それよりも足が長い。本種の一番の特徴は、犬種名にもなっている。 滑らかなスムースコートで、毛色はホワイトで、薄いレモンのブチが入っているものもいる。肩まで伸びた、長いタレミ耳、喉の下には少し、リューラップがある。スラリとした、長い足を持ち、走るのも早い。尾は、タレオで、飾り毛はない。体高はオス55から58センチメートル、メス53から56センチメートルで、体重は、 私有ともに25から2 8ラムの中型犬。性格は物静かで優しく、良犬であるにもかかわらず非常におとなしいため飼育がしやすい。ただし、運動量はやや多めに必要である。ありがとうございます。